皆さんこんにちは、鉄道ゼミの西見月です。今日はですね、一本動画を撮っていくんですけども、はい、今日はですね、なんと電車で GO 企画始まります。久しぶりですね。そう、久しぶりなんですよ。今日はね、なんとね、ちょっとあれスペシャルなゲスト来てもらってるんですよね。はい、早速もう呼んじゃいましょうか。こちらの方です、どうぞ。ヤッホー、リリーだぞー。リリーさんです。リリーだぞありがとうございます。はい、で本物ですよ。いやちょっとびっくりしてるんじゃない。今ちょっとえっていうこれリリーだぞ。それが僕もやりたいじゃあせーのリリーだぞはい、リリーブラウンのリリーです。いやありがとうございます。よろしくお願いします。今ねちょっと東京に来たと、はい、いうことなんで、はい、ちょっとぜひということでコラボらしいしました、はい、お願いします。よろしくお願いします。そうで僕はね、はい、リリーさんになんで今日読んだかというと、はい、電車でこうチャレンジしてもらおうということです。何それ。電車で GO は知らないですよ。電車の運転するゲーム、はい、ゲームゲームですよ。実際じゃないんかい。実際ないんかい。できる。できないです。できないです。すいません。はい、でも台湾にも電車ありますもんね。あるんですけども、でも電車のゲームが見たことないかもですね。あ、全く見たことない。そうですね。あ、確かにね、日本では流行ってるけどね。はい、おちょっとそれちょっとチャレンジしてみましょうよ。初体験だ。そう、どう、なんかイメージ湧きますか。どうやって電車運転するの。え、多分、普通のそういう車のやつと同じじゃないかなと思ってて。で、のやつ。ハンドルちなみに、はい、こうなんですね。あ、やばい。こうなんですね。あ、電車ですね。電車ですもんね。電車ですもんね。いや、はい、まあでもね、家族ね、持ってるんで、ね、できると思いますけど、できると思います。任せて。うん、そういうのは大事、いける方でしょ。ゲーム得意です。やったことないんですけども、頑張ります。ゲーム自体はどうですか。ゲームセンターのゲームやりますか。UFO キャッチャーのめっちゃ得意いきなりそれはそれで見てみたいけど私のチャンネルでは動画終わるときに、はい、出発進行って言うんです。出発進行、うん、私右手ですか。どっちでもいいですよ。はい、じゃあ行きます。今日も元気に出発進行というわけでプレイ台の方にやってきました。いいよ。なんか知らんけど、なんか楽しそう。すごい。え、初めてですか。初めて。え、どうですか。なんか電車の運転席って乗ったことありますか。ない、あるわけないでしょ。日本で一番馴染みのある電車って何ですか。私だったら昔大阪に住んでたことあるので、うん、一番よく乗ってた電車は近鉄なんですよ。近鉄は残念ながら入ってないですけど、わ、関西の電車も入ってるんで、はいはいはい、ちょっと見ていきましょう。はい、はい、手袋も持ってきたんで。これ、そう、さすがプロやで。めっちゃめちゃプロ。ちょっとじゃあこれもせっかくなんで。はい、ありがとうございます。ちょっとね、うん、初めてのことが多すぎて見本をしてやってもらってもいいですか。あ、分かりました。じゃあ、はい、僕が先に見本でやりますね。お願いします。じゃあやります。というわけで、ね、私リリーさんのちょっとお手本ということでまずは頑張ります。完璧に決めないとダメですね。これはお願いします。緊張するな。それで、じゃあ行くで。はい、リリーさんどれが好きですか。あの、知ってるのどれ。環状線かもしれない。あ、環状線。はい、やっぱよく乗ってたものですね。知ってる駅ある。えっとねミッションを選んでください。あ、これ、あ、やばい、どうしよう、全部知ってる。全部知っとるわ。全部知ってた。はい、いや、これせっかくなら思い出の環状線の方がいいよね。はい、そういう思い出の環状線にしよう。じゃあ思い出にしようか。じゃあ大阪へ。ほな、大阪、桜の大阪城公園もいいね。またそれにします。かわいい。これいいね。じゃあ、はい、行きます。これ運転お手伝い機能、ゆっくり止まろう。なめとんのか、聞きまーし。へぇ、しかし行こう。それでいい。さよなら。
見覚えない、ほら大阪城公園。お、京橋行きますね。そう、はい、じゃあ行きますよ。神戸市、出発、原則、本物だ本物だ第一閉鎖、原則、原則、大阪城公園、出発、あれでした、閉鎖でした、出発じゃなかった、今日も前、第一城内、原則、これで、こっち側に、手前に倒したら加速、はい、で、奥に倒したらブレーキ、Bがブレーキ、加速、これがブレーキ、はい、そう、そういうルール、そうだ、よし、星3つで、これが制限速度が75キロまで、あーあー、あの、はい、ちょっと隠れてるけど、はいはい、で、次これ55キロの制限速度55まで落としてくださいってことです。京橋駅こうやって合わせてこんな感じで今横に、まあ、横も見えるんだ。そう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 、すげえ。停車定時、そう、よし、停止、出発注意、こんな感じで今40センチって感じです。めっちゃめちゃおもろいやん。面白いでしょ。めっちゃめちゃ面白い。そう、これが電車でもうめちゃくちゃ口が開いてる。ちょっとほら、到着時刻ぴったり、さすがだ。もう申し分なしですよ。ありがとうございます。ドアが閉まります。よし、ご注意ください。桜の宮出発進行。わー、進行、京橋、第一閉鎖、進行、第一閉鎖、進行、結局に定的でポイントがもらえる。こうやって合わせて、やばっ。桜の宮停車、4センチ、第2停車、進行。いいところ見せれたかな。どう、素晴らしいですね。めっちゃめちゃ素晴らしい。声どっか出てる。めちゃめちゃ素晴らしい。やば、こんな感じで到着時刻もバッチリ、はい、いい感じですよ。最後停止位置見ながら合わせていく、ゆっくりゆっくり合わせていく感じです。駅の前になったらブレーキをバッて入れて、まあやってみよう。はい、やってみよう。お、光の運転士、光の運転士、光の運転士。そういう感じです。プレイ情報が保存できますよ。ぜひプレイ用 IC カードを使ってみましょう。え、します。いいだろう。というわけで、はい、ちょっと早速運転席に来たわけですけれども、はい、どうですか、できそうですか。できなさそうですね。できなさそう。いけるでしょう。とりあえず袋、手袋、うん、つけますね。わー、これでその光の運転手になれるかな。モノレーデスの、あ、メーデス元、そう、よく、あ、よく知ってるね。本当ありがとう、ありがとう。乗ったことないから。え、でも感動、それ運転してくれたらちょっと感動、すげえ。それはちょっと特別。これ、え、すげえ。そんなブレーキは早めに、これはどこやね。どこにしましたよ。社長も開始ください。私行こう、イエーイ。やだ。目標は何センチですか。目標1 2センチ。ほんとよ、ほんとよ。なら、せっかく、そうやな、目指すなら
目指すならもうラン。せやな。お、なんだ。来ました。3500系。懐かしいですか。懐かしい。めっちゃ運転してた。お、あ、ハンドル、ハンドル、ハンドルでブレーキ。そう。右横まで倒しましょう。前に倒して。そうそうそう。あ、そうそう、その辺その辺。あ、うん。四ぐらい。B 四、四ぐらいで。うん。あ、いいよ、そのくらいで。OK。やばい、これ何？次。それは、何や？なんか、添えるだけ。添えるだけ。手すり。さあ。あ、もう始まってる？さあ、まあ、あっ、あっ。OK、いきます。OK、いいよ。GO! 年齢、よし。GO! いいよ。開発。わあ！動いた！動いた！じゃあ、そのまま65キロまで。65キロまで行ってください。65、そうそうそう、あともうちょっとかな。速度よし、星3つ。おお、あ、大体で大丈夫ですよ、大体。うん、攻めていく。やだ。注意。注意。さくのよし。欲しみつ。あ、制限速度オーバーしてる。オーバーしてるって制限速度。注意。僕十五。いいよ。そのまま。そのまま、そのまま。速度上げたら、そう、N、N のとこ、今のとこに、はい、キープ、キープ。速度よし。あ、うまい、うまい。完璧。注意、65。大丈夫ですよ。65ね。もうすぐ駅が見えてくるんで、はい、駅が出たらブレーキをかけましょう。速度よし、星3つ。そう、まだ、まだ大丈夫です。60。やばい、遅れ電車になっちゃった。申し訳ないです。よし、星3つ。まだね、そう、目の前に駅が見えてきたんで、ああ、そうそうそう、200メートルぐらいからブレーキをかけていけば、速度よし、星3つ。そうそうそう、いや、そうそうそう、ブレーキが強すぎますよ。65。あ、めっちゃ鳴らしてる。
めっちゃ鳴らしてる。速度よし、星3つ。すごい、すごい鳴らしてる、すごい鳴らしてる。65。めっちゃ鳴らしてる。さあ、頑張ってくださいよ。あ、でも、でも普通に速度はクリアしてね、問題なし、問題ない。65。え、普通に358両。でしょ。走りありそう、走りありそう、走嫌い。走嫌い。走った。速度よし、星3つ。あ、次はね、駅が、あ、炎ついた。あ、まだまだ大丈夫かな。どう、あ、いや、あ、どうかな。ま、任せた。あ、ちょっと危ないから。ちょっと危ないから。どうかな、ここどうかな。あ、その、光ってるところ、光ってるところ。マックです。マックしますよ。すごい。やばい。ごめんね、乗客。ごめんなさい、乗客。謝ってる。謝ってる。ちょっと残念でしたけど。ちょっとやばい。まだまだ未熟なんで、どうしようかな。え、でも。クビですか。大丈夫。大丈夫です。なんとか、なんとか。なんとか頑張りましょう。頑張りましょうね。あ、でも、でもまあまあ、とっても素敵でした。全然、最初にしてはこれからも頑張ってください。全然いいじゃないですか。プレイ用 IC カードを使用すると、すごい、すごい、いきますよ。ということで、じゃあ今回スペシャルコラボレーション、リミさんが電車に乗ってまさかのね展開だったわけですけど、いや、スタッフいかがでした？いや、面白かったですね。めちゃくちゃ面白かったね。やったー。リミさんのアドリブ力がすごいっていうか、リアクション。リミさんはじゃあゲームどうでした？電車でプレイしました。ねえ、超楽しい、超楽しい、超楽しかった、超楽しい。日本版こういうゲームあるなんて初めて知ったので、うん、楽しいです。あ、よかった。じゃあ本当にまたね、はい、どっか機会あれば一人でもやってください。はい、一人で、一人でもやります。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。リミさんのチャンネル登録ね、以上よろしくお願いいたします。いきます。せーの、出発進行。それでね、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。